人間の思いがふむ。ここの場所がバレちゃったか。なら、こういうのはどう？あ、城に火を放ちやがった。どうやってもゼウスを俺たちに渡さないつもりか。向こうが火剣を使ってくると、火が回りきる前に城を制圧しましょう。どんどん火をつけましょう。このままでは城が焼け落ちてしまいますぞ。急ぐ急ぐ、怪物の進撃を食い止めねば。城門を押さえ、怪物の侵入を防ぎましょう。炎の方、よろしく頼みましたぞ。神宮殿、指揮はお任せしてよいでしょうか。私は怪物を一掃するため大筒の準備をします。よろしければ主膳殿もご一緒に。なあ、俺たちを家系で出し抜こうなんて甘すぎる。見事だ。私もうかうかしていられないな。高虎、行くぞ。それがしにはそなたの力が必要だ。承知しました。必ずや戦果を上げてみせましょう。一、霊気殿についていてやってくれ。彼女はまだ軍に馴染めていないだろう。わかりました。お任せください。長政様、高虎、長政様のことはお願いします。あなたがいればきっと大丈夫です。お任せください。私が必ずや長政様をお守りします。皆の規範となるようこれからも精進せよ。二人とも私と一緒に進んで。ええ、レキさん、あなたの力頼りにしていますよ。そうか。お前の期待にたがわぬよう奮戦するぞ。どうじゃ、敵将の命など取るに足らぬわ。柳生宗のやつならそれなりに楽しめそう。呂布殿は一人か。大丈夫なんですかね。うん、呂布殿は短期でこそ力を発揮される。我らと歩調を合わせてその分を生かせぬだろう。仕方あるまい。任務は我らが着実に遂行せん。ここは炎の怪物の進軍だ。譲れはせぬ。頑張っているな。その調子だ。全然足りないわ。みんなもっと来て。我こそは源の九郎義経。ここは抜かせぬ。どうじゃ。手ごわい敵がまた出てきましたね。ですが突破させてもらいます。大筒の準備はうまくいっているのか。いや、俺も目の前の面に集中せねば。火が回るにはまだ時間がかかる。急ぎ敵を一掃すれば進化も間に合うだろう。天事務所に落としめてしまったか。この辺りに大筒があるはずです。あったぞ、リクさん。
早速火を入れよう。家康殿の話でここをこうするとよし発射。うまく動かせましたね。これで怪物を仕留めていきましょう。おお、大筒が火を吹きましたな。リクソン殿、さすがの、さすがのお働きですぞ。お前の活躍が俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。すごい、あなたこそ真の三国無双です。ここは通せへん。今度こそダキちゃんの役に立ってみせる。卑弥呼か。窮地とて容赦はしない。立ちはだかるならば私がここで打ち倒す。お待ちください、私たちも共に参ります。素晴らしい働きを見せたな、チンキ。癖の強い男ですが采配は的確ですね。さすがはあの鬼神を支えた軍師、心強い。果樹はまだあっちを探ってるんだ。あいつのことだからバレてないとは思うが、あの方の心配ならご迷惑か。火を見て、火を見て我らの元へ下りましょう。熱いね。だが引くわけにはいくまい。はい、いかに巨大な炎でも私たちの進軍は止められないでしょう。ここを通ろうってか。ならその獲物を置いてきな。簡単に行かせてはくれない。参りましょう、長政様。ああ、我が槍で貫いてみせる。やりやがるじゃねえか。よし、門は押さえた。ここで炎の怪物を食い止める。この地点で迎撃に徹するとしましょう。どうじゃ。貴様の剣には興味がある。俺と戦えなら場所を変えようか。ついてきなよ。どこへ行かれるのだ。玉殿を見送る胸中はお察しします。ですがご心配は無用ですぞ。その姿、実に実に勇ましい。他の怪物もご用意しちゃってます。さあ、あいつらをやっつけちゃって。宇宙の道も取るに足らぬ。貴様は踊り食いにしてやがる。お二人ともお怪我はありませんか。ええ、大丈夫。霊気殿、さすがに見事な活躍だった。いや、お前たちの協力があってのせんから、私一人では手間取っていただろう。礼を。中央の門を押さえ、引き続きここを守らない。ダキ様、申し訳ありません。なんとかなったか。さっさと進もうぜ。よし、この門は押さえたね。注意を警戒しましょう。敵に奪い返されると面倒です。少しは動かないとダッキに怪しまれる。ラジュが出てきたか。少し様子を見たいところだが、ここは我らに任せよ。カジュ殿の元へ行くがいい。命令違反とも取れる行為だが、今回だけは目をつぶ。どうじゃ。長領殿、武器殿、すみません、行ってきます。素晴らしい働きを見せたな。炎の怪物はまだまだいるんだから。さあ、
城が持つかな。取るに足らぬわ。こんなところでいいだ。俺は下がるぞ。カジュンさんやられるの早くない？悟空さん代わりに行ってよ。ったく猿使いが荒いね。まあいい、大活躍してやるぜ。その調子その調子。いやお前は頼りになる。ありがとな。おむりさえ苦しいけどまだ戦える。こりゃ適当じゃ済まないか。カジュさんまだ撤退してなかったの？人間がここにいたら焼け死んじゃうわよ。他の奴らは引いたな。この時を待っていた。カジュさんまさか裏切るの？取るに足らない。それぐらい読んでたわよ。ダッキ様お下がりください。まだ兵が残っていたか。もう少しで私を倒せたのにね。龍騎抹殺しちゃって。食ってやる。あばよ。カジューは無事なのか？あいつ城内にいたんじゃ。ブギャーランブー。ええ、ちょっと龍騎起きてよ。主膳殿、城を撃つのはおやめください。あの中にはゼウス殿が。すまない、手元が狂った。けどあの姫妖魔に当たったみたいだな。これでお前一人だ。覚悟しろダッキ。なにこれ、こんな展開ありえない。皆の規範となるようこれからも精進せよ。ここまで頑張るなんてね。けど今度こそおわり。カジュー、よかった、とりあえず無事みたいだな。師匠、いいところに来たな。手を貸せ、ダッキーを倒す。ちょっと味方が来るなんて卑怯じゃない。苦しいけどまだ戦える。こりゃ適当じゃ済まないか。どうじゃ、嘘の形忘れない。やるな。無能でないのは何にも増す。オーディン一人を斬れば異界の乱は収まる。その確証が欲しくて内情を探ってたんだがね。奴の力は強すぎるのさ。おじさん一人じゃ無理だから、こっち側にいてオタクらを太らすことに。何をグダグダ言っている。さっさと俺と戦え。称賛するよ。世界が救われる確証も得たしね。邪魔の入らない場所で確かめられてよかったよ。なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。ゼウス殿の場所が分かった。ついてきて。なんとか目当てのものが確保できましたな。しかしまずは
まずは城の火を消しましょう。炎の怪物が引いているなら問題ないでしょう。この程度の火ならすぐに消し止められます。力はオーディンに奪われてしまった。代わりに俺の命をもって父上を復活させよう。私にも責任はある。貸した命はオーディンを倒した後に返してもらうさ。感謝する。この世界を作ったこと、私たちを巻き込んだこと、全てお前の策なのか？いや、息子の裏切りはさすがに予想外よ。父上、申し訳ありません。アレスよ、お前の罪は重い。故に罰を与える。全ての世、そして人間たちを救うため命を懸けて尽くせ。できるな？はい。さて人間たちよ、あとはお前たちの手で幕を下ろしてくれ。ゼウスよ、この異界でウヌアが？この加工旅に任せておけばいい。クソツコ。うまくいっているようじゃ。オーディンがわしの力を奪い、滅びぬ神々のオータルわしが